こんにちは、龍馬四重奏です。忍びを担当しているスイです。津軽三味線の正和です。バイオリンの龍馬です。リーダー小鼓仁です。龍馬四重奏おかげさまで15周年を迎えることができました。記念して全国8カ所でのツアーも決定しました。はい、龍馬四重奏はですね、日本の伝統楽器とバイオリンのコラボレーション、私どもオリジナルサウンドを、ぜひ全国のツアーで体感していただければと思います。15年の集大成的な、ツアーになると思いますので、皆さんぜひ遊びに来てください。全国各地回って皆さんに会えるのと、そして美味しいものを食べるのが楽しみです。龍馬四重奏はなんて言ったってライブが熱い、楽しい。初めての方も大丈夫です。みんなで僕たちと一緒に盛り上がっていきましょう。そして、ツアーファイナルはですね、6年ぶりになります東京日本橋三井ホールで演奏があります。東京ということなので、全国各地ぜひよかったらファイナルにも駆けつけてもらえたら嬉しいです。はい、それでは、また各地で皆さんとお会いできるのを楽しみにしています。龍馬四重奏でした。